総合学会の皆さんこんにちは新時代の皆さんこんにちは今日はですね池田大作氏がですね、えー、官業八万章の、えー、一文を持ってですね、えー、物的をやっつけろなんてあのー、言ったりですね、えー、勝たねばならぬ仏法は勝負だ ね、よく言いますよね、ぶっ泡しゃぶだーって、これ、みんな池田大作さんの発言から来てるんですよ。で彼らの言う物敵というのはです、ね、真言宗でも禅宗でも念仏でもないんですよ、日蓮召宗を案にさしてるわけですよね。はい、それではですね、勧業八幡省のどこを池田大作は利用してです、ね、宗、えー、門を攻撃して、皆さんを煽って、 で先導していいるかということですねこういう一文があるんですよ官業八幡章の御章にですね「真には善悪に通ずるものなり」と「真に、えー、今現代語では「真意」とも、えー、発音しますけどね、えー、難しい字でございますんで下にねちゃんと御所を、あのー、貼っておきますんでねゆっくり、えー、ご覧になってくださいここの真とということはね まあの平たく言えば怒ることなんですよで池田大作氏はこのように言ってるんですよ「どうしようもない悪人には怒りをぶつけよ」と「学会の精神もこれであるプラトンと同じである次世代承認は真には善悪に通ずるものなりと仰せである」と。 悪に怒りを燃やすのののは善なのである。というのはねさっき言いましたように禅宗でも念仏でもないんですよ日蓮召宗を攻撃するということですね燃え上がる怒りがなくなったらもは,やもはや正義の心はない心は死んでいる死んだ心にくどくもない喜びもない幸福もないと怒りの炎を燃やして戦闘する嫉妬する攻撃する 追撃するこれこそが仏法であり正しき人間の道であるとこれいつ言ったかといいます第38回本部下部会ですね第10回東北総会1999年の10月の7日ですねですから今から約20年ぐらい前にこういうことを言ってるわけですよでその後 脳梗塞2回患われて、ぶっ倒れて、今植物人間にいたみたいになっても、えー、今年のお平成31年の5月で、満8年ですね、えー、みんなの前に姿をお出してこないと。もう一つですね、第35回本部う、幹部会ですね、こういうこと言ってますよ、池田大作さんは。 勝たねばなりません。仏法は勝負です。勝負には必ず敵がいます。敵がいないようだったら勝負できません。相撲でも剣道でも何でも最後、勝つか負けるかですって言ってるんですよ。えー、これあの、あれですよ、仏法と申すは道理なり、道理と申すは主に勝つものなり。 これは四条金吾とのご返事のね、御所の一節を引用してですね、皆さんを煽ってるわけなんですよ。あの最初にね、あのー、言いました、この官定八万章の、えー、真には善悪に通ずるものなりということはですね、この御所をちゃんと読めば、えー、よくわかることなんですよ。 これは辰野口の方なんですね大聖人が首の座に突かれるとそしてその途中に鎌倉の鶴岡八幡宮がありますよねそこで馬を止めてですね八幡大菩薩にですねお前は何と何をしているんだと 末法の本物図で西念がですね今首の座につこうとしているのではないかなぜ助けないのかお前は天井に登ってそしてその時にですね書店前人の一人として末法の現在ですね、えー、消防を 広める人間を守護すると約束したのにどうして日年がこんなに大難に遭っているのに助けないのだと知ったされているということなんですよ。ところが総学会はそうじゃないんですよね。もう何が何でもでっち上げでも作り話でも何でもいいわけですね。喧嘩しまくってカッカカッカ来てとにかく日年召集ホッケコをやっつけろと。 そういう風に、えー、煽っているわけですよね、この仏法は勝負だという、四、え、条、ー、金吾殿の,のご返事もですね、勝たねばならない、仏法は勝負です、勝負には必ず敵がいますなんてね、言っちゃって、その敵っていうのは、えー、PL 教団でも幸福の科学部でもですね、検証会でもないんですよ、日蓮召集を攻撃しろと。 皆様方を先導していいるということなんですよ。この仏法と申すは道理なり道理と申すは主に勝つものなりというのはですね、えー、理屈がちゃんと通っておって、えー、そこに、えー、文章ですね理章があって文章があって、ねえー、そういうものによって聖者をちゃんと 見極めなさいよというご教示なんですよ。それを池田大作はですね、池田流にアレンジしてですね、いわゆる仏教じゃなくて、池田教を広めて、皆様方を駆り立てているということなんですよね。そこに気づかなければダメですよ。えー、今日は見違いですけどね、えー、以上でございますんで、えー、この間違った。 池田大作の指導を信じて、ですね、ああだこうだって、えー、やってますけど、それがもうピークの時はあの、あれですね、民主党が政権を取ったもう数年前までですね、その後はもうどん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 、えー、こんな攻撃しろ、仏法は勝負だとかね、怒れーとかね、偽召集を攻撃しろなんてね、いうようなもう力はないですよ。昔は私もね、 訪問市役服なんかで行ったら取り囲まれたりね、いたしましたけれども、もう取り囲むのも、もう逃げてますよね、で今言ってることは、えー、あんたとこはあんたとこの新人で、えー、学会は学会でやってるんだから、もう相手にしない、帰ってくださいなんてね、これもう本部からの指令が出てるわけですよ、攻撃しろ、勝負だと今、反対なんですよ、頓送、遁走しろ、逃げろっつってるわけですよね。 と思いきや、えー、昨年の11月8日の本部総会で、ですね、物的を根っこそぎやっつけろってね、原田稔さんがね、言ってるわけですよ。一方では攻撃しろ、法華公員をやっつけろって言いながらね、一方では、えー、執行部の指令によって、法華公員が家庭訪問なんかに来たら、もう相手にせずに、えー、あんたとこはあんたとこ、うちとこはうちとこでやりますんで、えー、関係。 ございません。お構いなくと。こういうふうな指導をやってるわけですか、ね、らね、もう本当に、えー、口先で言っておる、えー、原田美濃さんの、えー、言ってることとですね、え実際の姿は、これだけ、えー、なんて言いますかね、え乖離しておるということでございます。こういう創価学会にね、煽られて、 そして選挙でもね、太り活動だとか言って、手弁当でね、やっておる皆さん、あなたは慌てだと思いませんか思うでしょ。う。で、国会議員に当選した人間は、えー、すごい給料もらって、あなたは派遣社員でですね、1時間1000円かぐらいの給料で、安給料で働いて。 えー、若い奥さんたちはパートタイムでねスーパーとか、えー、レストランでアルバイトしながらですねああだこうだってやりくりしながら生活してんじゃないですかでこういうようなこと言うとね「創価学会は世界192カ国に日連仏法を広めたのである」なんてね反論する人いますけどねおいやそれだけ学会の仏法が。 池田先生が広められたんでしたらね世の中もっと平和になってるでしょ立正暗黒論にも書いてるじゃないですかそうでしょ二千代将の仏法が広まって光線でもできたらですね世は技能のようとなりてですね吹く風も枝を鳴らさずですね良くなるとちょっともなってないじゃないですかそれどころか自公連立政権ができてどうなりました どうなりましたか皆さん考えてくらなさい。えー、20年間ほど、景気は低迷してですね、儲かってんのは大企業ですけれども、その中の社員っていうのは安給料で働,か働いてですね、年間3万人の自殺者が出てですね、日本は台風だ、地震だ、原発の事故だ、北朝鮮からミサイルはぶっ込まれる、ね、まあ、日本の本土には、 到達してませんけれども、日本の排他的経済水域に落とされてるんじゃないですか。何にも平和じゃないでしょう。こういうことを一つ考えてもね、総合学会は裏表があるということです、これにお気づきになった方は、一日も早くね、脱会することですね。そして、一番怖いのは、偽本尊ですよ、皆様方のお持ちの、これは私はもう何百回と、口を酸っぱく申しておりますけれども。 この偽本尊は池田大作さんの地獄、崖、畜生、修羅会が煮詰まった最悪のね、えー、偽本尊ですよ。こんなものはあのー、手を合わさなくても、未活だ、幽霊会員だ、ね、というあ人がおられても、家の中に毒蜘蛛とか毒蛇を飼っておるということですよ。これを一日も早く仏壇から剥ぎ取ってですね、 そして正しい血脈相伝のもと日蓮召集のお寺の門を叩いてですね、えー、寛解なにご受会をお受けになって正しい信心をされることを切にお祈り申し上げます、えー、私は黒川和夫実名でございます、えー、住まいは大阪市内住吉区所属寺院は日蓮召集明林寺という お寺の神徒でございます、まあ関西方面と、えー、大阪の方でしたらねいつでもお会いできますし、えー、また私の友人で、えー、東京在住の方でね立派な新人をされておる方がおられますんで、えー、東京関東方面の方ももう本当に嫌なわ、えー、学会の組織を見ても右も左も上も下も。 なんか変なことばっかり起こってると自殺したりね変な病気で頓死したり不幸が起こっておるとこういうことを感じた方はですね、えー、どうぞ遠慮なくですね私の携帯番号に電話してください私の携帯番号は下に書いておきますあとね参考になる動画もね一緒に貼り付けておきますんでね それと今言いました御所の、えー、一節ですね、えーはえー、下に貼り付けておきますので、ゆっくりですね、えー、ご覧になっていただいたらよろしいと思います。それではまたお会いいたしましょう。